さて、テレビでも見るかな。ハネハネプレゼンツザ・ジャンケン2022、ただいまよりメインイベントを行います。え、テレビでじゃんけん大会？世も末だな。青コーナー41戦40勝1敗勝ちすぎ笑った。ジャンワールドグランプリ2021王者、俺の右手に勝ったのは俺の左手だけだ。唯一の負けは己の左手。アニオタジャーくそー。一人でじゃんけんするとかただのアホじゃねえか。しょっぽいシャドウやめろや。こっち来んな。赤コーナー41戦41勝無敗。お前もすげえな。ライジング2021王者。勝てたんじゃない、勝ったんだ。神童ハネカワサトーリー。今からやるのじゃんけんだよな。何こいつら箱つけてんだ。何が勝てたんじゃない、勝ったんだだよ。まあ41連勝はさすがに運良すぎだけど。さあ、お互い入念なウォーミングアップを重ねています。意味ねえだろ、じゃんけんだぞ。お互い怪我にだけは気をつけてほしいですね。怪我する要素ゼロだわ。ジャーワン最強のジャクソンとライジング最強の羽川悟る、世紀の一戦。この対戦の実現に7年かかりました。かかりすぎだわ。じゃんけんごときすぐやれや。なんならリモートで勝負できるわ。ただいまこの番組の視聴率が 66% だそうです。昔のワールドカップか。みんな見すぎだわ。歴代視聴率3位ぐらいに入るぞ。ジャクソン選手は今日この日のために羽川対策のじゃんけんを20万戦してきたと言います。無駄な努力、どう頑張っても勝率 50% だよ。対する羽川選手も今日死ぬつもりできたと。対戦が決まってからは1日12時間練習してきたそうです。ぶっつけ本番で十分だわ。じゃんけんのルールですが、ジャパン公式ルール、最初はグー、じゃんけんポンで行います。俗に言う志村方式ですね。なんやねん志村方式。最初はグーという掛け声は志村けんさん考案ですからね。それ知らんかったわ。じゃんけんは一発勝負で行われます。解説の風間さん、この世紀の実戦どう予想されますか？そうですね、チョキ使いの羽川選手に対してパー使いのジャクソン選手、そして羽川選手はサウスポー、ジャクソン選手は左を少し苦手としています。相性で言えば羽川選手相当有利だと思います。ただの2分の1だわ。じゃんけんにサウスポーもクソもあるかボケ。ではジャクソン選手はグーを出せば勝てると？そう単純な話ではありません。羽川選手もチョキ対策のグーはもちろん警戒してるはずなので、あえてパーを出すことも十分考えられます。結局 50% なんだって。どんだけ読んでも気まぐれ一つで吹き飛ぶんだよ。地上波でご覧の皆さんは申し訳ございませんが、ここで放送終了となります。ここから先は、アゲプラで5500円のペーパービューを購入してご覧ください。マジかよ、ふざけんなよタコ。ここまで引っ張っといて、続きは課金かよ。はい、泣いた。あー、続き気になる。もう課金するわ、畜生。あー、残りのバイト代全部吹き飛んだわ。最強同士の世紀の一戦、今、世界最強が決まります。最初はグー、じゃんけんぽい。羽川が決めたー。やはり殿下の宝刀を直撃した。いやー、両者自分の信じた手を貫き通しましたね。二人ともプレッシャーに耐えてよく頑張った。感動した。なんで課金しちゃったんだ。